とりあえず乾杯しようで。はい。はい。乾杯。はい。あれ一個今どこ住んの？目玉。目玉？でとりあえず2年間住んで、家建てる。え？家建てる。おっと。あれ今注文住宅で、どんな家にしようかなんで。大変なんで今結婚式の準備と家をいろいろ打ち合わせとかと、あと佐藤のこれ撮影俺が毎回行ってるからね、行って編集して、あもうすぐパンパンなんだよ今予定。自分のはいつやの？自分の式、式は12月。ハードだな、本当マジハード。ちょっと元気は考えないようにしよう。やりたくない、やりたくないから、あいつ無視して。アイランドキッチン強いの？あら、違うんだね。あー、食器棚、うんうん、これか。こういう感じでもいいんだね。え、ちょっと待って、ここがあるよ。また上に行けんの？俺はもう無理だ。不思議や。ほんとだ。わかるよ、でも 2x4 あんだけ言われたらもう嫌でしょ。安いっていうくらいで、正直基本的に 2x4 って言われたら、まあ 2x4 ねって言われちゃう。
これちょっと全部見ていかないとわかんねえな。これ良くない？座りどっちに座りたいかって言ったらやっぱこっちの方がいいなんか寒そうな感じしますよね、うん、そうか実際冷たさは変わらないこっちの方がいい気がするよまあなぁキンクローゼットいやこれ夢広がるねちょっとすげえ具体化してくれたからさすごい分かりやすいよねすごくちゃんと作る要望を取り入れてくれたねいや、本当にいいの持ってくれたこれ以上ねえんじゃないか楽しみだね楽しみだわ、マジでさあ、それに対して持ってきてくれるんだな一回あれ見た時はすごい良かったけどねあとはもう金額と熱意だよね営業マンの熱量がねいいから伊作さんあの鬱陶しくない感じがいいよねなんかあのガツガツくる感じはない感じでもちゃんと提案はしてくれるちゃんと提案してくれる秘めたる熱いものがある営業マンすごいすごくいいおめでとうございます。一応の方にぜひ続いてお礼もお願いします。
俺じゃねえかよ。いや、イコらしいよ。イコらしさ出てるよ。ワンちゃん、ワンちゃんお願い。だから俺じゃねえか。俺じゃねえか。食べた方がいい、取り入れた方がいいもんね、水究極だよね。イチジク、イチジク、これは大変ですな。高いです。で、ここ。すごくない？すごい。
立体的なんだよね。こういうのやっぱできないよね、今回は。はぁ、そうですね、1.5 回あ、俺の部屋だ。俺の部屋。順調にいけばこれ、そっか、でもあとは見せ事あるんですけどね。あとはゴールデンウィークのこと。天井が下がるっていうのをマイナスイメージに捉えられちゃうとすごく嫌だなっていうのもあって、都会なので、でご自身でこの前お会いした時に少しこもった感じのっていうキーワードもあったので、あえてもう天井下がってる方が、あえて天井暗くしちゃった方がいいんじゃねえのって。ちょっと立てんの、注文事情立てる、一軒やん、一軒やん、立てんの、立てる、マジで。お前の収入会社もあれでしょ、もう一括でしょ。一括じゃねえわ。いやけどなんか、いやだからメーカー選定はすげえした、1年とどうでした、1年は長えな。おいジャッジ、ジャッジはもう遅くない。